お疲れ様です。第9週目の相場解説になりますけども、3月1日の金曜日、17時前後に放送終わったんですけども、一応ね、18時まで私は個人的には追いかけていきまして、ここの利益を取ったということになりますね。下からブレイクして、ここの間も取って、さらにもう一突き上げ。これがね、すべて赤い補助線が正解だったっていうところにあるわけですよね。ここ。ここ。さらにはここ。で、ずいぶん前ですけども、ここ。だから、このトップとですね、ボトムをきちんと引けていると、こう、レンジが作れて、で、レンジが作れたところに、まあ、こういった、エントリーポイントとイグジットポイントが見えてくるってことになりますので、一つずつ積み上げるのが非常に重要かなと思います。で、こちらのレンジなんですけども、これは第9週目、最初から最後までずっと使い捨てたやつなんですよね。まあ気づいたのはちょっと遅れたんですけども、まあでも十分機能しておりました。で、3月1日金曜日の利益も、ここですよね。ここもしっかりと取らせてもらったと。で、もっと言うと、150円を突破したら倍ということだったんで、結局ね、60ピップスほどが、この日1日の利益ってことになりますんで、結構でかかったなと。だいたい1日の利益は30ピップス前後、40ピップスなら、優秀ということなんで、60ピップスってのはね、大ボーナスみたいなクリティカルヒットを飛ばしたわけなんですよね。さあ、そして3月1日金曜日18時にここでイグジットして私がどうなったかというと、それから数時間経ってですね、なんとですよ、ほら、こっから下落したんですね。私と同じように考えたのが結構いたのかなっていうところと、そこに集まっていた資金っていうのがかなりあったんで、いやー、これが起きたのかなと思います。そうなると今度ね、150円、ジャストぐらいまで落ちてきて、ここで一旦下落が止まりましたね。ということで、週の頭から申し上げてました。150円を突破したら、倍というところで、また振り出しに戻ったわけですよ。ね、これによって、第10週、3月の4日から始まる1週間ってのも、結構期待できるかなと思っております。さあ、ここまで行って、今度のレンジってのは、ここで引くか、もしくはここで引くというね、まあそういうふうな構えになってきますけども、このあたりはまた第10週に、考察を譲ろうかと思います。はい、それでは。